き、こちら、な、ち、あ、チェック、何かしら。鳥さんはいつでもここから飛び立てて。毒味させるってこと？勇者もひどいこと考えるわね。鳥さんがかわいそうですよ。あっ、食べちゃいましたね。でも毒は入ってなかったよね。勇者の非道さは忘れてないわよ。鳥さんが何か置いていったみたいです。鍵みたいね。きっと私たちがあげたパンのお礼ですね。あげたっていうか、むしり取られたって感じだった。どれどれ、何かしら。鍵がか、そうですね、ち、鍵がかかっているけど、さっき鳥が置いていった鍵で開かないかしら。開きました。鍵が入ってるわ。なんだか鍵ばっかりね、まったく。このくらいの鍵穴をどこかで見た気がします。私の牢獄だったでしょうか。とりあえず持っておきましょうか。この分かったわ、行きましょう。何かしら、何かしら。この鍵、さらに小さな鍵で戸棚が開きました。中身は何かしら。これは本ですね。中には何が書いてあるのかしら。白紙のページしかありませんね。このページだけ何か書いてあります。どれどれ。水が、何の、これはこの通りに注げという意味ではないでしょうか。わかりました、行きましょう。じー、水が、何のか、これど、どこ、何かしら。予測はできても簡単には回避できないみたいですね。ベトベトでヌルヌルするこの液体、一体何のためにあるのよ。本を浸すためじゃないでしょうか。本当に意味がわからない、せめて飲める水にしなさいよ。もう早く何とかするわよ。やっ、ちょっと勇者、こんなにびしょ濡れになってる私に何するのよ。変なところにまで液体が入ってきてる。どんな理屈よ。顔にかけないでよ。髪までベトベト。絶対真面目にやりなさいよ、勇者。くすぐったいです、勇者様。
その行為には何か意味があるのでしょうか。うん、うん、あ、やってたらやばかったわよ。さすがに少し勇者様を疑ってしまいました。結果的にこれは手に入れたけど。でもこれじゃ割に合わないわ。勇者、後で覚えてなさい。おかげでびっちゃびちゃよ。水がめに水を入れてこの本を入れるの？髪ふやけそうだけど。大変な目に遭いましたね。水がめに水を。何か、これですか？大変な、これですか？これですか？どれどれ？これですか？わかったわ。行きましょう。おかげで。これですか？様の本をここに置いていくわけにはいきませんから。勇者にしては気が利くじゃないの。ありがとうございます。助かります。はあ、ところで賢者の本が手に入ったから気になったんだけど、勇者と賢者ってどんな関係だったの？あ、私も気になります。魔王討伐のために組まれたパーティーで出会ったわけではなかったんですね。
勇者。勇者様、きっと会えますよ。だってこんなにも強く願っているんですもの。そうよ、だからこうして賢者のものが勇者のもとへ届くのよ。その息です。参りましょう。わかりました、行きましょう。どれどれ、これですか。じゆ、勇者様、これは。何か形を変えていってるわよ。小さいけど、これは棺。この棺、ものすごく大きな力を感じます。私も感じるわ。何かとてつもなくヤバいものだってことはわかる。とても強い力です。生物が本当にあったらこういう感じなんでしょうか。先ほどの賢者様の本が光ってます。これ何かのかけらかしら。銀色に光って綺麗だけど。何かしら。何でしょう。こちらは縁起の悪そうな箱ね。覆っていた結界が小さな黒い棺に吸い込まれていく。これでコインに触れるようになりました。ここまで厳重に保管されていたコインはどんなものなのかしらね。呪われたコイン、そういえば聞いたことがあります。呪われたコインを持つと死ねなくなりゾンビになるとか。ゾンビ？あくまで噂ですよ。そんなものがこんなところにあるとも思いませんし。もういいわ。そんな貴重なコインなら一寸持って行ってやるわ。なんでしょう。じーじー。机に切れ込みみたいな小さな穴があるわ。薄くてこの幅で入るもの。あ、何このし、私のこの穴は何なのかしら。なんでしょう。でもさっきゼーナちゃんが持ったあの呪われたコインがちょ、呪われてるって決まってないから。ゼーナちゃん、どうしました。コインよ、もったいなくない。売ればいくらになるか。何よ、大事なことでしょ。まあ、もしこのコインがとても貴重なものだとして、持って帰った後で大きな問題になるのも困りものですし。そうね、わかったわ。
これでよかったのですか？見事仕掛けは解けたみたい。って、ああ、コイン、コインが消えちゃったわ。何の音ですか？じー、びっくりしたわ。あの素晴らしい絵画が落ちてる。傷とかついてないか確認しましょう。一応傷はないみたい。はあ、よかったです。で、あれ、絵画のあった場所に何かありますね。何でしょう。炎が揺らめいていますね。あんな炎見たことないわ。なんていうか神秘的な感じ。心が洗われるようですね。ずっと見ていたいです。あの炎手に入らないかしら。ゼーナちゃん、手を伸ばしたら危ないですよ。熱くない？この炎、熱くないわ。え、そんなことって。アリアも持ってみなさいよ。本当に熱くないから。じゃあ少し。あ、熱くないです。それどころか持ち運べます。不思議な炎ね。何かの役に立つかもしれないし、持っていきましょう。何かしら。わかったわ、行きましょう。どれどれ。この魔法役それで成果といえば、先ほどの日はどうでしょうか。ああ、あの熱のない不思議な炎のことね。さっきこんなに燃え盛ってたかしら。心なしか魔法陣に引き寄せられるように燃えていませんか。じゃあここに書いてある聖火ってこれのことなのかしら。熱くない炎。ちょっと黄金のかけらが勝手に集まっていくわ。成果も反応してるようですね。かざしてみましょうか。この剣は一体。こんな剣見たことないわ。何これ、なんてパワーなの。勇者様はご存知なのでしょうか。この剣があれば魔王なんて余裕で倒せちゃうわよ。でもお城から出ないことには魔王との戦いも始まりませんね。ケラと聖火、これで集まったのではないでしょうか。試してみる価値はありそうね。かけらが一つになっていく。何が起きているのでしょうか。かけらが、これは杯？
そのようですが、こんなもの見たことないです。取るわよ。あ、何これ、すごい。ゼーナちゃん、私にも触らせてください。これはすごい力を感じます。なんというか、これがあればどんな奇跡も叶う気がしてきました。それは言い過ぎじゃないかしら。勇者様には心当たりがあるのですか？とにかく、こんなすごいものが手に入ったんだし、かけらを集めといてよかったわね。そうですよ、これさえあれば。アーリア、それはもう分かったから落ち着いてちょうだい。魔力なんて私には分からないけど。かっこいい武器だわ。